はい、どうもこんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードで SBI 証券にてクレカ積み立てを3ヶ月行った途中経過を発表ということで、今回はクレカ積み立てについてですね。この動画では僕がクレカ積み立てを約3ヶ月やった途中経過についてお伝えします。結構ですね、僕の動画を見られてクレカ積み立てを始められた方も中にはいらっしゃると思いますし、まだ始めてない方はですね、実際の結果がどうなってるのかを見て、今後の参考などにしていただければなと思います。それでは いってみま、しょうまあここまでの経緯をですね、ざっくりとおさらいなんですけども、まずは対象の三井住友カードでクレジットカードの積み立てが開始しましたよということで発表がありまして、それに伴いですね、僕も SBI 証券の講座を持ってなかったんで、ポイントサイト経由で SBI 証券の講座を解説をしました。それに関してはこちらの動画で解説をしております。講座解説以外にもですね、今現在開催中のキャンペーンも、 お伝えしてますので、まだ見られてない方は先にこちらをご覧ください。その後にですね、実際に三井住友カード、僕の場合はナンバーレスを使って SBI 証券に毎月5万円を積み立ての設定というのを行いました。それに関してもですね、こちらのカードでも積み立ての設定を実際に行っておりますので、まだ見られてない方はですね、こちらも見ていただければと思います。で、その内容を踏まえて3ヶ月に入った今現在の途中経過はどうなってるのかということでお伝えします。まあ、正直ね、投資で3ヶ月っていうと、まだまだ 可愛いものなので何とも言えないところではあるんですけども参考にしてくださいそれではですねこちら2021年の10月9日14時39分の状況なんですけども早速見てみましょうじゃんということで151620円ということで今ここにも出てるようにプラス1615円ということでございます僕ですね毎月ポイントが付与される上限の5万円を積み立てしていて今は15万円を積み立てしてるということでございますもちろんね上限い杯5万円 積み立てなくても少額でも全然 OK なんですが、まあ、ポイントがねもらえるのであれば全然積み立てるということなんですけどもとりあえず現在はプラスになってるということですねちなみにですね僕が投資してる銘柄なんですけどもこちらの SBI SBI V S&P500 インデックスファンドという銘柄を購入しておりますで、これに関したらですね以前も簡単にお伝えをしたんですけどもまあ、S&P500 ってよく聞くと思うんですよまあ、ここにも出てるように世界経済を牽引する米国を代表する企業500社の株式にまとめて投資します っていうような銘柄で、いわゆるそのアップルとかマイクロソフトとアマゾンとか、まあそういったのがまとまってるいわゆる一つの銘柄と、まあ正直僕はですね全然投資とか詳しくないんですけども、とりあえずこの銘柄にしてるっていう感じです。まあこれまでの経緯なんですけども、最初始めた頃はですねプラス1359円だったりとか、10月の段階でガクッと下がった時もあったんですよね、マイナス1684円、まあそういった時もあったんですけども、今はちょっとプラスになってるっていうね、まあ今後は正直どうなるかっていうのはわかんないんですけども、とりあえずキャンペーン期間中はねまだまだ積み立てをしようかな。 と思ってますで今回のこの内容からですねクレカ積み立てっていうことはまあ、V ポイントが付与されてるのかっていうことなんですけどもましっかりと付与されておりましてまずは7月28日に750ポイントそして8月の27日に750ポイントそして9月の29日に750ポイントということでまあ、僕の場合はこのカード積み立てで最大 V ポイントプレゼントのスタートダッシュキャンペーンの中のこの1.5%貯まる対象カードで投資をしているので750ポイントということでございますまあ、ここ最近 登場した三井住友カード、ゴールド、ビザマスター。これはね、2%貯まるんですけども、僕は三井住友ナンバーレスなので、キャンペーン中は1.5%で貯まるということでございます。なので、単純計算で5万円。 かけることも0.015なので、750ポイントが、キャンペーン期間中は貯まるということでございます。なので、今現時点の話であれば、とりあえず V ポイントが2250ポイント分が付与されて、さらには、ま、SBI 証券では、プラス1616 16円分がね、今、プラスになってると、もちろんこれに関してはね、マイナスになることもありえるんですけども、とりあえず合わせたら、実質3866円分がね、ちょっとお得になってるということでございます。まあ、これはね、今だけの話かもしれないんですけどね。けど、なんちゃかんちゃこれはお得ですよね。なので、正直なところは結構、 ととしてるところで,はありますで、そのキャンペーン自体はですね、こちら今3ヶ月分が終わってるので、そっから残りの3ヶ月分、これがね、どう動くかによって、まあトータルの結果もね、また随時お伝えしようかなと思います。 でですね、まあ、これを見ただけでもなんちゃかんちゃお得なとこではあるんですけども、もっと言うとですね、まあ、僕の視聴者さんであればすでにね、僕と同じような感じの方もいらっしゃると思うんですけども、こういったね、クレジットカードで投資をする時のクレジットカードの作成、そして SBI 証券の口座解説、これらをね、全部ポイントサイト経由で僕の場合行ってるので、それを行った結果、例えばこちらの SBI 証券の口座解説、6月のね、16日に解説をしてるので、まあ、その時のポイントのレートが1万3000円相当だったんですよね。お得ですよね。まあその時 チョビリッチっていうポイントサイトを経由したんですけども1万3000円分のねポイントがもらえてさらに投資するためのクレジットカードを三井住友ナンバーレスこれに関しては3月27に作った時はですね1万2000円相当で作れたんで正直この時点でもめちゃくちゃお得だったんですよねもちろんこれはねいろんなポイントにも交換できますし現金にもすることができますでポイントに関してはね日によって変動したりとか終了してる可能性もありますのでそこは気をつけてくださいとりあえずここまではですね3ヶ月積み立てた結果をお伝えしたんですけどもちなみにあの SBI 証券ではこちらご存知で ですかね ?V ポイントと T ポイント、そして11月からですね、なんとポンタポイントもダブルで貯めることができます。それがこちらの SBI 証券の選べるポイント投資ということで、複数のポイントから選べるのは SBI 証券だけということで、ここにも出てるように、ポイント1、ポイントが貯まるということで、取引に応じてポイントが貯まる T ポイント、そして11月からですね、ちょっと話題になってるんですけども、ポンタポイントがなんと貯めることができるんですよね。しかもそのポイントに関したら、100円分から投資信託の買い付けに使えるっていう感じなので、もしね、この2つのポイントで投資され い方ははねちょっととワワクワクするようなところではありますよぁ、ね、まあ、SBI 証券を普段から使っている方であれば、もう既にご存知の方多いと思うんですけども、例えばこの投信マイレージの場合は、この T ポイントとポンタポイント。 金額が1000枚未満のお客様に年率0.1%相当のポイントがもらえたりとか、1000円以上のお客様には年率0.2%のポイントがもらえるということでございます。現時点ではね、まだ T ポイントの情報しか出てないんですけども、ポンタポイントに関しては11月提供開始予定ということですので、まあその時にまたね、詳細が出てくるかなと思います。まあ実際のその設定方法なんですけども、結構簡単なんですが、これスマートフォンで SBI 証券の画面を開いている状態で、この画面から一番下が、下に下がったらですね、PC サイトはこちらというところを開いて 書いていてただきますそしたら、こちら、PC 版のね、画面が出てきまして、この画面にちょっと隠れてるんですけども、右上の方に、講座管理という項目があるので、そこをタップしたら、この画面が出てきます。講座管理の画面で、次に、この、お客様情報を設定変更のところがあるので、ここをタップすると、登録情報が出てくるんですけども、ここの、ポイント外部 ID 連携というところがあるので、ここをタップします。そしたら、ポイント外部 ID 連携の画面から、少し下に下がると、T ポイントサービスの画面が出てきます。で、ここの、保有 T ポイント数履歴はこちらというところをタップして、 したらですね。ここでちょっと僕あることに気づいて、あれゼロポイントになってると思って、確か t ポイント少しだけあった気がするんですけども。まあ実際にちょっと画面を進むとですね。sbi 証券の t ポイントサービスのは僕自身申し込み済みみたいな風になってるんですけども、t カードの登録をしてなかったんですよね。あの t カードを設定したつもりだったんですけども、残念ながらちょっと未実施っていう風になってたんで。まあ今回を機にちょっと設定をしたいと思います。なので、t カード登録されたい方はこの実施するからですね。進むと t カード番号を登録する画面が出て。きますので のでこの画面を下に下がってあとは利用規約に同意して取引パスワードを入力して Yahoo ID でログインをするとそしたらですね登録するのボタンが出てくるのでこれをタップしたら手続きが完了しましたということでございますでのためですね画面を確認したらこれで T カード番号が T カード番号の登録が実質済になっているのでわずかながらのね T ポイントが出てきてるのでこれで設定ができているような感じだと思いますいや正直ねちょっと設定してるつもりだったんですけども完全に忘れてましたね ちなみに僕は今回 T カードで設定したんですけども、まあ、11月からポンタポイントを貯めることもできますし、他にもこちらの V ポイントが貯まるコースへの変更もできるみたいです。ちょっとこれはですね、僕は今回パスするんですけども、もし気になる方はこれのリンク貼っておきますんで、まあ、こちらも見ていただければと思います。で、今回の内容を踏まえて、もしですね、今回のこの SBI 証券の講座解説をするなら、やっぱりね、本当にポイントサイト経由が本当にお得でございます。まあ、今現在どこのポイントサイトがお得かっていう確認するこのどことくっていうサイトが あるんですけども、そこでこういった風に SBI という風に入力したら、SBI 証券どこを今現在、10月の9日解説をしたらお得なのかという風に出てくるんですけども、まあ僕が使ってるポイントサイトであれば、このチョビリッチここが7000円でね、作ることもできます。ライフメディアも使ってますね。ハピタスであれば6500円ということで、普通に SBI 証券の口座を開設するのではなくて、チョビリッチ経由であればね、7000分ゲットすることができます。ちなみに三井住友もナンバーレスなんですけども、 まあでも、三井住友カード、ゴールド、ナンバーレス、これに関してはハピタス経由であれば6600円ゲットすることもできますし、通常のナンバーレスに関しても2300円でハピタス経由で作ることもできます。なのでね、ハピタスのゴールド修行される方はですね、まあ一つのクレジットカードとして持つのも面白いかなと思いますね。今回は一つの例として、SBI 証券をこのチョビリッチ経由を使って、まあ作成する方法なんですけども、このチョビリッチに登録した状態から右上の虫眼鏡のマークをタップします。そしたら検索のバーが出てきますんで、ここで SBI という風に入力 して検索をかけるるとととここんな風に SBI 証券の口座解説今だったらら14000ポイントをもらうことができると一応、チョビリッチで言うと、これ7000円相当ですね。ここをタップします。そしたらですね、SBI 証券の画面が出てきて、7000円相当という風に出てきます。そこから画面を下に下がると、ここのポイント獲得条件をですね、ダップすると、ポイントを獲得する条件として、新規口座解説を完了ということですので、いくら、いくら入金しないとポイントがもらえないとか、そういった感じではないので、個人的には結構、チョビリッチ経由で作成 すするるののが一番簡単にポイントトをゲットする一つの方法で、すねでいろんなね、注意事項とか読んでいただいた後に、この画面のこのサイトへ行くをですね、タップしたら、こんな感じに SBI 証券の講座解説の画面に進むということでございます。ので、直接 SBI 証券のサイトに行くよりかは、こういったポイントサイトを経由した方が、なんちゃかんちゃね、やっぱりお得なんですよ。個人的には本当におすすめでございます。ちなみにポイントサイトに関したら、日によってポイントが変動したりとか、案件が終了したりすることもありますので、そこだけ注意してください。まあ、そんなこんななこ 今回は SBI 証券で3ヶ月積み立てた結果について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、正直今回はね、3ヶ月積み立てた結果なんで、本当にね、残り3ヶ月間、キャンペーン期間中どうなるかどうかっていうのはやっぱり投資にはなるので、僕にも本当によくわからないです。ですけどもやっぱりね、キャンペーン期間中はポイントがもらえるので、ま、上限いっぱい5万円をね、コツコツ積み立てていこうかなと思ってます。で、あとは V ポイントに関する情報であればね、ポイントレートが確か11月からね、変わったりですとか、来年から確か V ポイント ポイントででの投資ができたりとか、まあ、そういっったたた情報もあありするんでまた旬なネタがあればその時にに動画にしよううかなといううに思って、おりますそして今回動画内で紹介させていただいた過去動画と、動画内で紹介したポイントサイトの登録まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。